3点満たします。ウインナー、小麦粉、豆乳で、この中に小麦粉をどさっと、どさっと小麦粉さんどさっとまぶします。アメリカンドッグ、クックパッド、ミネギ、はい、まぶせました。で、マグカップに、まあこれ小麦粉使いません、マグカップにホットケーキミックスの粉、ホットケーキミックスの粉、牛乳、切れへん、牛乳より豆乳の方が体にいいので、よいしょ、あら、いたします。そう、ジャパニーズサイズね。ジャパニーズサイズ。で、ここで混ぜまーす。で、汚れたらすぐ掃除する。ジャパニーズサイズ。アメリカンドッグ。ジャパニーズドッグでございます。で、これ混ぜます。混ぜます。ちょっと牛乳、目分量ね、これクックパッド先生見てる目分量で、はい、こうなりました。で、そこにジャパニーズサイズ、ジャパニーズサイズ入れます。ドサッと、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 はい、出ました、ドサッと。今日のドサッと、今日のドサッと出ましたよ。ドサッと、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 はい、ここからあげます、ここからね、ジュパッと、ドサッと、ドサッと、ね、簡単でしょこれ、よいしょ、ドサッと、ちょっとこうやって食べにくかった、半分ぐらいね、これ、こんな感じ、ドサッと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 、
と、ちょっと残りこれあげとこうかな、これ。これ。残りこれ。どさっと。これドーナツになるやろ、これ。残りは。残りこれに火つけといて。あー、いい色なってきたね。いい色なってきた、いい色に。いい色なってきました、いい色にね。今日油が少ないけどね、これ